手品、それはいつの時代も人々をワクワクさせ、驚きを与えるエンターテイメント。しかしそんな手品をめぐって、今とある騒動が。きっかけとなったのが、こちらの YouTube チャンネル、ユジックの手品教室。100円玉を貫通するタバコや、コップに並々入ったコーヒーが消える手品など、一見するとただの手品チャンネルに思いますが、大事なのはここから。100円玉に仕掛けがあるパターンの方が多いんですが、こちらはタバコの方に仕掛けがあります。タバコサイズのものなんですけど、こちらにマグネットが入っていて、ここでこうくっつきます。そしてここのフィルター部分はこのように稼働するという仕組みになっています。この2つをですね、使って貫通させているように見せます。そう、ユジックさんの正体、それは手品の種明かし YouTuber。 トランプを使ったカードマジックから、剣を飲み込むといった大仕掛けの手品まで、これまで種を明かした数、なんと1000種類以上。ただ、そんなユジックさんのやり方に、他のマジシャンからは、種明かしは業界のタブー。仕事がなくなる。と、まさに非難ごうごう。騒動の張本人、ユジックさんに話を聞いてみると。まあ、正直、その、まず、身近にいたマジシャンの人みんな離れていきましたね。そうですね。そしてあと全てのマジシャンから嫌われてると思います。そうなんですか。嫌われてますね。もうそれはやっぱどうしても業界の、まあ、タブーというか、まあ、道を歩くときはね、気をつけてなんてコメントが書かれたりすることもぶっちゃけありますね。そんなレベルもう結構ありますね。そういうのも。もともと手品お好きだったんですか？そうですね、もう小さい頃から結構ミスターマリックさんとかをテレビで見てて、で昔マリックさんが種明かしの番組とかやって、それでねこうハマったっていうのがきっかけなんですよね。そう、もともとは趣味でやってたんですけども、実演販売の仕事をしてる時にですね、手品道具を売るっていう機会がありまして、でそこからまあ道具の解説動画を YouTube にアップしたら動画がバズったので、でそこからきっかけにこう YouTube を始めるようになりましたね。反対の声を知りながら、なぜ種明かしを続けるのか。今の時代はやっぱインターネットがあるので、種を知りたいっていう人は検索すればすぐ分かっちゃうような時代なんです。なので見たい人は見ればいいし、見たくない人は見ないっていう風な選択をすればいいだけだと思いますね。じゃあユジックさん的には、はい、その罪悪感というかはないですね。あ、もう全く。はい、これはもう本人次第だし、それをきっかけに始めてほしいという思いがありますね。はい、罪の意識はないと言い切るユジックさん。同業者から見て実際どう感じているのでしょうか。僕は反対です。反対。はい、種を明かすことによって、例えばマジックの商品を売る人やマジックを演じる人が迷惑を、正直かかってます。はい、でそこはもうやってて恥ずかしくないんですかということですね。もう見に行かないと思うんですよ、種は分かった時点で。マジックはファンタジーなので、現実を見るものではないですね。お客さんにも話を聞いてみると、マジシャン本人が公表してるなら全然 OK、 でも第三者がってことでしょ、それはちょっとなんか違う気がするよね。バラして収益を得てるっていうのはやっぱちょっとこう世界がずれてるんじゃないかなっていう気がします。本人から知りたい。ああ、なるほど。そういうことです。種明かしまでが、まあ、一つのワンセットのショーみたいな。僕ミステリー小説とかミステリー結構好きなんですけど、その古畑任三郎とかって犯人が最初に分かるじゃないですか、はい、でその後に種明かしというか謎解きをプロセスをこう楽しんでいくっていう、まあ、なんか楽しみ方はいろいろあるので共存できると思うんですよね。普通のマジックショー、そしてまあ種明かしのショーみたいな形で。果たして手品の種明かしはありかなしか。賛成、反対、
それぞれの当事者がスタジオで生討論。はい、ひろゆきさんどう見ましたか。そう、ユジックさんが自分で考えたマジックでネタをバラすならもうお好きにどうぞって話なんですけど、はい、そう、誰かが考えてネタを隠してるものを出してしまうっていうのは、うん、法には触れないとは思うんですけど、うん、やっぱりそれ下品だと思うんですよね、はい、うん、でその要はマジックを純粋に楽しみたいっていう人の楽しみを奪ってしまうので、はい、なんか業界が儲かんないとかマジシャンの仕事がなくなるとかどうでもいいんですよ、はい、マジックを楽しみたいっていう人があこういうネタなのねって分かっちゃったら締めないじゃないですか、うん、なのでその楽しみを奪ってるっていう意味ではあんまり僕は良くないなと思って。そうか、ひろゆきさん怒ってますね、うん、はい、ではゲストをご紹介いたします。実に1000種類以上のですね、手品の種を明かしてこられたという種明かし YouTuber でいらっしゃいます、はい、ユジックさんです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ、そしてもう一方、一方でこちらはですね、現役マジシャンとして、種明かしは反対だとおっしゃっていらっしゃいます、日本奇術協会の副会長でいらっしゃいます長谷和幸さんです。長谷さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんばんは。ありがとうございます。長谷さんはこの状況どう見てらっしゃいますか。はい、そうですね、例えば、はい、作家であれば、うん、書いた文章を皆さんに読んでいただきたい、はい、ミュージシャンであれば演奏するもの歌うものを楽しんでいただきたいっていうのを、マジシャンというのはですね、この私たち表現するものはあくまでもこの表の世界というか、うん、そこで、表現された、まあ、夢とかファンタジーっていうさっき言葉がありますけど、そういうものを楽しんでいただきたい、うん、それが私たちの使命だというふうに思っていますので、その裏をお見せするっていうのはちょっと女優の方が裸になってしまうようなもので、確かに好奇心で見たいっていう気持ちがわからなくはないんですが、はい、それをやってしまうと表現者としては、うん、ちょっとプライドに欠けるんじゃないのかなという気がします。元々あれですか、業界としてルールみたいなものが、なんか権利みたいなものとか、自分が生み出したんでこれダメよとか、なんかそういうものがあるのかないのか。ですね、マジシャン間では紳士協定的、マナー的なものですね、うん、法律では保護されません、はいはい、結局そのなんか自分の手品道具を売るためにこうやって使うんですよまではいいと思う。自分が生み出したものね、はい、でもその他の人がそのなんか作った種をじゃあこうやるんですよっていうのをYouTube にで金稼ぎします。そうするとネタバレの金稼ぎをしてる一人しか儲かんないじゃないですか、うん、他の人はもうネタバレ分かっちゃってるからそんなにお客さんも楽しめない、消化のマジシャンも楽しめないっていう、だから自分で考えたわけでもないのに利益を独占してるっていうのはやっぱり良くないんじゃないかなと思います。ユジクさんどうですか、はい、うん、まあ、やっぱりですね、既存の、まあ、プリックっていうのは昔からあるんですけど、うん、それやっぱちょっと初心者向けの方にアレンジしたりして、そうですね、初心者の方でも一応できるような形で、うん、まあ、提示してるんですよ。そうか、うん、なんでその確かに、うん、そのなんていうんですかね、昔のトリックをバラしてしまうこともあるんですけれども、うん、まあ、やっぱ種を知らないと手品を始めるきっかけってないんですよね、うん、だからユジクさんおっしゃることも分かると、だからこの人の持ちネタだよねみたいなことは犯さないということですかね。もっとジェネラルな一般的な手品のこう方法みたいな、だけどそれもグッズがあったりすれば、うん、確かにそれは売れ行きに買ってくれるのか売れなくなるのかちょっと分かりませんけど、うん、影響は出るんだろうなみたいなことね、うんうんうん、あるかもしれないっていうことをどう考えるかですね。はい、川崎さん行きましょうか。いや、なんかさっきからやっぱり伺ってて、うん、ユジクさんのその切り口っていうのはあくまでもグッズを説明するというところから、別にそのマジックの世界の真ん中にいた方ではなくて、外側からグッズ解説として入っていかれてるじゃないですか。でも長谷さんはやっぱりこうマジシャンとして、その本当に中央のコアのところからこう発信されてる方だから、そのマジックに対する見方ってものが違うんですよね。あくまでもそのグッズありきのネタであるって考えるユージックさんと、それから我々の技術であるって、これは自分たちのそのパフォーマンスであるっていうふうにお考えになってる長谷さんたちの側とは全く違うから、うん、それは相入れないし揉めるし、ね、夜道気をつけろよとも言われるだろうなってやっぱ思うんですけど、ただやっぱり視聴者としてはこれもそのエンターテインメントなんだとおっしゃったように、種明かしも含めたところまで見ると面白いな、そうだったのかっていうのはきっとあると思うんですね。ユジックさんをどういうふうにそのマジシャン業界が利用するかとか、うん、そのユジックさんがその自分のやってることをどういうふうにマジック業界というかに還元するかとか、その橋渡しがうまくできてないんだなと思ってて、例えばまあユジックさんの動画に、うん、最後にとは言っても本物見るとすごいから、ね、本物見たい人はここってリンクを入れまくってりゃ多分こんなことにならなかったから、うんうん、まあ、それはユジックさんの自己中心的な態度が生んだ問題かなと思いますけど、うんうん、まあ、少なくともやる側になるには種が分かってないとできないわけですよね。そうですね、まあ、きっかけも例えば僕がミスターマリックさんって昔、うん、まあ、超魔術で出てきて、はい、
でその後もう一回種明かしでね、はい、出てきて、うん、で僕そこでハマった口なんですよ。あ、なるほど、それを見てね。そうです、そうです。だから種明かしして、はい、あ、種って面白いんだな、手品って面白いんだなっていうところから興味持ち始めたっていうのがあるので、はい、まあその種明かしまでがショーかなっていう感覚はあるんですね、はい、だから離れるようにしたいんじゃなくて、引き込んでいきたいと思いは持ちだ。さあ、ここまで手品の種明かしはありかなしか議論してまいりましたけれども、最後はですね、手品の生種明かし。ちょっと楽しみすぎて、いいじゃないですかこの雰囲気ね。アナウンサーが噛んでる、すごい。アナウンサーが噛んでる。プロなのに裏側が見えてしまった、すいません。ということでですね、マジシャン歴38年の長谷さんに、はい、スタジオで手品を見せていただいて、その上で種明かしできるかどうかですね。まあ、見ていいです。そう、はい、目の前にいるユジックさんに見ていただいて、できるかどうか見ていきたいと思います。簡単に破られないですよ、はい。ですね、これ実は僕あのマジックを考える方でもあって、はい、でこれ今年になってから作った最新作でですね、あの、うん、世の中に一度も出し人前に一度もやってないんですよ。そうですか。正直僕長谷さんの DVD とかいっぱい持ってるんですけど、ファンなんですよ。ありがとうございます。え、今日初公開、初公開です、本当に初公開です。だからまあ本当に見たことないんです。世界初公開。そうか、はい、ますます楽しみですね。自信ありますか、どうですか。いや、まあ自信はありますね。あ、いろいろやってきてますから、そう思って僕 DVD の中のネタはやめたんですけど、ユジックさんはそう頑張っていただきますけど、はい、あとの皆さんは素直に楽しみですね、はいはいはい、マジックそのものをね、ひろきさんもそこから楽しんでいただければというふうに思いますね、はいはい。さあ、では種が分かるのかということで、プロ対プロの対決ということで、はい、お願いいたします。はい、ありがとうございます。テーブルの上に注目してください、はい、これはですね、俗に ESP カードって言いますけど、正式にはゼナーカードですね。これはもともとマジックのためにデザインされたのではなくて、はい、超能力が実在するかどうかっていうのをアメリカのデューク大学っていうところで調査したことがある。その時にその研究所で開発されたカードです。基本的にこの5種類の図形が5枚ずつ、全部で25枚です。丸と十字と波形と四角と、そして星ですね、この5枚は私が使ってですね、こちらを皆さんに使っていただきたいんですけど、よく見てください。ここ大事です。あの、特別な順番に並んでたりとかですね、例えばある5枚の、順列がこう循環してるとか、一つのカードが、一つの図形がたくさんとか、そういうことないですよね、はい、大丈夫ですね、はい、混ざってます。ランダムですね、です、はい、ランダムです。で、念のために混ぜておきます。さらにね、はい、さらに混ぜます。これでバラバラですね、間違いないですね。じゃあ、茂木先生手伝っていただいていいですか。光栄です、ありがとうございます。ここ置きますね、はい、じゃあその前に僕今一番後ろのカード見ちゃったので、はい、後ろ向いてます。カットしておきますから、お好きな時にストップとおっしゃってください。ストップ、ここでいいです、はい、これで、どんな順番になってるかは誰にもわからないです。そうですね、はい、じゃあ後ろ向きます。後ろにモニターがないと、ひろゆきさんの映っているモニター以外はないと、うん、ないです、ないですね、はい、じゃあ僕後ろ向いたらですね、森先生、あの好きなだけこう持ち上げていただいて、はい、私の後ろ手に渡していただいていいですか。はい、はい、じゃあ後ろ向きますね。じゃあ持ち上げていただいて、はい、持ち上げたところを渡してください、はい、好きなところで持ち上げました。はい、渡しました、はい、私見てません、はい、受け取りました。森さんも見てません、はい、見てません。じゃあ、残ったカードの山の一番上、はい、見て覚えて皆さんにもお見せしてください。おお、一番上、はい、みんな見ますよ。はい、はい、ここです。はい、ありがとうございます。見ました？言わない、見ました。モニターないですよね。戻しますね。はい、戻し、一番上に乗せてください。はい、じゃあ、このさっき渡していただいたこれもその上に乗せていただいて、はい、はいはい、これで元の状態に戻ります。そうでしたね。はい、そうですよね。戻しました。戻しました。じゃあ揃えていただいて。揃える。はい。いいですか？はい。うん、で、ここで問題はですね、5枚のカードがあるんですけど、はい、この図形のうちのどれか一つは今皆さんの覚えた図形と一緒のはずですよね。そうですね、5種類抜き出してありますからね。茂木先生いいですか、ちょっとこっち見てみて、はい、手のひらの真ん中見てください、はい、丸、十字、波形、四角、星、意外と分かりやすい性格ですね。そう途中で嬉しくなって笑っちゃった、ね、途中で嬉しくなっちゃった。僕今ピンときたカードがこれなんですけど、ここ来ますね、はい、さっき覚えた図形どんな図形でした。四角です。開けてみますよ、うん、いきますよ。
あれ？え、それ俺が悪かったの？リアクションしちゃったから顔芸で、顔芸で、いや俺何も伝えてないよ。喜んじゃった。顔芸伝えてないよ。途中でちょっと嬉しくなっちゃった。そうですよね、四角のところ、ね、なんで？え、それ俺、顔にしちゃった。僕のせい？素直だから僕のせい？ちょっと宇佐美さんだったら絶対バレない。じゃあ宇佐美さんでやってみましょうか。腹芸だから、うん、やってみ、宇佐美さんはね、バレない。俺、めちゃくちゃ顔出ますよ。あ、じゃあ顔に出ちゃうとマジックならないので、ちょっとパターン、当てるってパターンちょっと変えましょうか。はい、ね、いきましょう。じゃあもう一回混ぜますので、はい、ストップとおっしゃっていただいて、はい、いきますよ。ストップ、ここでいいですか、はい、でカットしますので、お好きな時にもう一回ストップとおっしゃってください。こうやって適当にカットしていきます。どこで、あ、バラバラですね、間違いないですね。ストップ、ここでいいですか、はい。あ、そうだ、これから選んでいただくんですけど、その前に予言します。めっちゃ顔出てる。出てます、わかりました、多分これです。わかりました。じゃあ宇佐美さんもわかっちゃう。わかりました。そんなことがあるか。もう一回切っときますね。で、ストップとおっしゃってください。ストップ、ここでいいですか。じゃあもう一回カットします。これカードを僕一枚選んでから切ってカットしてるというところをよく見ててくださいね。いいですか。そうですよね。ストップ、ここでいいですか。よろしいですか、はい、置きます。で、お願いがあるんですけど、宇佐美さん、はい、これ20枚ですよね、5枚抜けてるので、はい、1枚ずつここに上から10枚数えてください。10枚数えて、はい、あ、こういう風に、あの思ってもあの裏のまんま、裏のまんまで、はいはいはい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あ、じゃあおかけいただいて大丈夫ですよ。で、これで10枚と10枚の2つ2等分されましたね、うん、そうですよね。これをですね、同時に開けてきます。図形が違いますね、はい、こういう時は一致しないと言います、うん、これも一致してないですね、うん、あの確率的には5回に1回一致します、はい、こんな感じですね、うん、星が今一致しました。覚えておきます。続けます。一致してないですね、一致してないですね、一致してないですね、もう1回ぐらい来ると思うんですよ、一致してないですね。また星が一致します。残り見てみましょうか。一致してなくて、一致してないです、うん、一致したのは星だけだね。星だけですよね、うん、たまたま4枚の星が一致しました。で、この中にはもう1枚星があるはずなんですけど、うん、星ってこう5つ尖ってますよね、はい、5枚揃ったら素敵だなと思いません？思います。思いますよね。思います。思います。覚えてらっしゃいます？切っていただいてカットする前に僕が1枚だけカードを選んでここに置いてきましたね、はいはい、いきますよ。この僕の選んでおいたこのカードが、大丈夫大丈夫どうしよう、丸だったら、まあ、そうですか。これが5番目の、おお。どういうことだ、どういうことだ、なぜ、どういうことだ、なぜ、なぜ、なぜ、納得いかないな。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。2回やっていただきました。ありがとうございました。これでもペアが一致するってのはかなり高度な。ユージクさん、こちらにじゃあ立っていただいて、はいはい、ちょっと、はい、どうでしたか、はい、まずユージクさん、ご覧になって。ちょっと、少し考える時間。これは、すぐには分かんない。すぐには分かんない。まあ、なんとなく分かってる部分と、はい、分かってない部分があるので、うん、それをちょっとだけ分かりました。じゃあちょっと考えてる間に、はい、ひろゆきさん見えてましたか？ちょっと感想を聞かせてもらえますか、はいはい、ひろゆきさん。いやだ、こういうのってその仮に分かったとして多分ネタ作るのにすごい時間かかってるんですよね。あ、そうですね。ネタをバラすのってすぐじゃないか、うん、
のでやっぱりそのネタ考えた人とネタバラす人って非対称なので、あそうか、やっぱネタを考える人を尊重する上でもネタバレはしちゃいけないんじゃないかな。あと手、やっぱ手が込んでますよねきっとね、いろいろとこう、うん、私あの目の前でマジシャンの方のマジックを見たのって実は初めてなんですけど、一番いいお客さん、そうありがとうございますですごいやっぱり感動したのが、今見ててあの流れるようにお話をしながら手がこう動いていくんですけど、何が行われてるかはもうあの長谷さんのお話に引き込まれてるからあんまり理解してないんですよ。今ここでこういう風になってるからきっとあの辺はこうなってるはずだとか考える余裕もないぐらいに、うん、はい、ただ見せられていくっていう感じで、はい、気持ちよく見せていただきました、ね、ありがとうございます。やっぱトークショーの、ね、側面もやっぱりありますよね。そうそうそう、うん、しかも対話しながらっていう ね、 そうですね、それが楽しい参加方、そうですね、本当お酒飲みたかったですよねえ、お酒飲みたい。茂木さんどうですか。いやあの本当にマエストロっていう感じです。あいい、うん、だからネタが何かどうかってことはマジックの本質じゃないんだな。そうそうそう、本当そうなんですね。すごかったねって言いながら飲んでね、見事だよね。やっぱあれですよね、そんなにまだ仲良くない人と飲みに行くには最高ですよね。あ、話ネタが尽きないから。そうですよね、うん、え、分かったんですか。さあ、お、はい、お手は、お謎は全て解けた。はい、ではじゃあやってもらえますか。やるんですか。じゃあいいですか、タイプ、うんうん、ちょっと分かんないですいや、ある程度は分かるんですよ、ちょっと前半の。だけどちょっと細かい部分が分からないですね。あ、まあなんて言うんだろう、言ってること分かりますか。分かります、私は分かります、 分かりますね、はい、だからその大枠は分かるんですけど、うん、ディティールの部分がちょっと分からないっていうのが正直な感想です、うん、へー、前半のは再現できるんですか。いやというかですね、大元の肝の種ですね、はい、は、うん、要はまあね、これがあってってことですよね。あ、これですね、全く関係ない。ちょっとユジクさんしっかりして。これって何がやっぱり進化してるんだ、進化。これって何だ、うんうん、乾杯です。乾杯。さっきからね、ユジクさんなんかすごく細かいとこ見てたんだよ。間違い、ありえるんですよ。ありえますよね。さっきのマジックを実演しようとすると、うんうん、マジックの知識があると何パターンか種が考えられる、要するに物を浮かせるんであれば糸で吊るとか棒で支えるとか磁力で浮かすっていう何パターンかに考えられるんですけど、そのうちの一つに裏に仕掛けがあるっていうパターンがあるんですね、あるんですけど、王道のやり方ですよね、はいはい、これはですね、別の手品さっき演じたんですけど、はい、別の場所で、はい、その時に使った種で今のマジックとは関係ありません。お、そういうことで、じゃあこれはめちゃくちゃ進化してますね全然向いてない。ユージックさん最初からもう細かいとこ見せたもんそうだから外れた山が、確かにそういう仕掛けはあるんです、あるんです、間違いなくあります、はい。だそれかなと思ったんですけど、まあ、それじゃないんですよね。違います、宇佐美さんが分かってるこれ、これこのあの星の大きさが違うのはなんか関係ですか。あのです、おお、あの宇佐美さん、あの鋭いな。実はですね、マジックの知識をおありの方なので、いくつかさっきのマジックは嘘の種明かしの要素をいくつか混ぜておいたんですよ。そっちは入道、あの推理小説でしか今に引っかかっちゃったんだ、怪しい人物が犯人でないっていう、はい、まんと面白い、すごい観察力、さすがですね、この裏も大きさの違いも全く関係ありません、はい、面白い、それも関係ないんです、関係ないです、はい、すごくないこれ、すごいね、だから何箇所かありましたよね、同時に出てくるのもそうだし最後回しとか、何重にも仕掛けが、こういう系のトリックって、ね、うん、ある程度トリックが似通ってくるんですよね、はい、そうなんですよね、そうなんですけど、多分それのちょっと斜め上、これ番組として成立するよね、ていうかこれで成立してますよ成立このセットで新ネタって新マジック番組、新マジックです、なんだか仲が良さそう一緒に、いや分かりませんねってユージックさんが言うっていうのがいいんじゃないですか、やめたりみたいなところが、いや進化してますね、いいじゃないですか、これがまさかでも引っ掛けとは思わなかったね、いや思わなかった、要はこの動き、まあ、裏に仕掛けがあるんで、点が打ってるじゃないですか、ここに、わかります、ここね、本当だ、あ、これも引っ掛けなんだ、だいたいだからこれを、まあ、こっち系だろうなと、これも引っ掛けなんですか、誘導、はい、あえてあの別のマジックに使うカードを持ってきたんですけど、そこに気づいたのはさすがだけど、これは引っ掛けだった、はい、引っ掛けなんだ、はい、ちょっと残り40秒ぐらいなんですけど、はいはい、新ネタだからやっぱ種言いたくないですよね、いや、新ネタでなくても、あのですね、40秒ですか、うん、あのマジックの種って考える人って絶対に大事にするんですよ、うん、自分のアイディアも種のアイディアも、うん、それでどん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 種を明かすことに、あ、ごめんなさい、あのこう躊躇がない方っていうのは、はい、うん、あの
人の考えたマジックを演じてる、うん、さっきひろゆきさんが最初に結論をおっしゃってましたけど、うんうん、 ね、そういうことなんですよね、うん、僕たちは自分のアイデアもそれ生みの苦しみをしてますから、うん、なるほど、だから人のアイデアも大切にしたいと思ってます、うんうん、ということで、はい、長谷さんの勝ち、おめでとうございます。ユジックさん敗れたりだけど、さらにね、勉強を支えてください、お二人。いや、はい、ナイス勝負でしたね。楽しかったです。そして楽しかったですね。はい、ということで、はい、ユジックさんと長谷さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。